反信長勢力を煽り包囲網形成の中心を成していた足利義昭が京を追放され、幕府は事実上崩壊した。勢いを取り戻した信長は浅井朝倉討伐のため再び出陣。近江に留まっていた朝倉勢を吸収する。浅井との連携を断たれた朝倉勢はあえなく敗走。猛追する信長は義景を利根坂に追い詰めていた。利根坂の戦い。朝倉勢の動きはどうだ？彼らはすでに近江からの全軍撤退を決めたようだ。一条谷城に戻って立て直しを図るつもりだろう。だが隊列が乱れているのか足は遅い。利根坂あたりで追いつけるはずだ。うむ、そこが義景の最後の地となろう。かつて俺は義景様より守る強さを学んだ。だが信長殿と再会し、それでは不足と悟った。この戦で俺は義景様を討ち、かつての己と決別を果たすつもりだ。そうか、ならば行くぞ光秀。利根坂の地で朝倉を滅ぼすのだ。俺のやり方見せてやろう。俺の刃、信長殿と共に。承知した。よしは先祖、この利根坂で義景を討ち朝倉を葬るのだ。もはや勝機は逸しました。急ぎ一条谷まで撤退し、であるか、再起を図るのです。織田勢の追撃を食い止めよ。やれるものならやってみよう。後輩より敵が現れぬとも限らん。本陣は油断なく守りを固めておく。俺が承知した。撃ち死に切り崩す。撃ち死に撃ち死に。やっぱり親父は最強だ。敵将撃ち取ったぞ。撃ち死に。あの勢いが止まらぬ。義景様の撤退まで少しでも時を稼がねば。開門だ。道は開けた。承知した。者ども、押しかけを追え。憎き信長の好きにはさせぬ。織田勢を一条谷城に近づけるな。俺に任せであるか。朝倉の命運は月とも同じ。我らは織田に味方する。開門。討ち死に。Tears!
生を切り伏せた。かなう相手ではなかったか。上々の戦果、あなたならば当然か。抜けてみろ。さすがは吉君、守りの硬さは大したものだ。さて、どう攻めたのか。親父、俺に任せてくれ。忍び込んで中から城門を開けてくるぜ。開門。刃を受けろ。俺にかかればこんなもんだ。誰だ勝手に城門を開けたのは。手術汚い織田のネズミどもめ、覚悟しろ。今が好機、一気に一条谷城を攻めろ。開門。鉄鍋で終わる。越前の者たちが織田の犠牲に討ち死にせい。鉄鍋で終わる。抜けてみろ。見せてやる。上、仇討ちはなりませんでした。討ち死に。辰沖殿、さぞや無念でしょう。鉄鍋で終わる。刃を受けろ。俺の力の礎となれ。やったぜ助太刀、ありがとな。邪魔者も消えたことだし、こっからが本当の勝負だ。鉄鍋で終わる。はや、これまで。鉄鍋で一戦交えて潔く散りましょう。開門。鉄鍋で終わる。かつての俺と決別を果たすため、吉影様、あなたを全力で倒す。古き断りに縛られた命令、新たな世は語れぬ。天下一新のため、朝倉は滅ぶほかない。討ち死に。であるか。お立ちを打つべく。であるか。水産。なんと、謙信殿に来ていただけるとは。越前の命運、まだ尽きてはいないようですね。上杉謙信、またしても邪魔立てするか。攻撃されては厄介だ。急ぎ上杉勢を止めろ。開門。勝利条件変更。抜けてみろ。ここまでのようですね。越前に安寧のあらぬことを。討ち死に。鉄鍋で終わる。吉影様、あなたにも認めてもらえるよう、いつか必ず作ってみせます。織田勢が一条谷に向かっている今が好機。全軍、織田本陣を急襲せよ。であるか。
剣心と正攻法で当たるのは得策ではない。先に上杉の兵力を削っておけ。もはや負けたものと諦めていたが、上杉が共にあれば信長を撃てるかもしれぬ。我ら北には承知承知。剣心と称されし剣心殿がいる。織田勢などにひるみはせぬぞ。討ち死に。壊してくれる。敵将討ち取ったぞ。耐えきれん。聞かせてもらう。よし、気を引き締めて本陣の守りを固めておくぞ。であるか。一条谷城より戻ってくる織田勢を迎え撃つ。速やかに敵の砦を奪い布陣を整えよ。まずい。倒しても倒しても上杉勢が朝倉の軟弱な武者どもなど織田の承知敵ではないわ。援軍を得た今こそ反撃の好機。とはいえ勢いのある織田勢をどう攻めたものか。開門。もうこんなところまで攻めてきたのか。高山だ、何でもするから助けてくれ。俺にはであるか。そうだ、私がこの地の案内役となろう。上杉勢を奇襲できる道があるのだ。よし、上杉勢を押し戻すぞ。上杉本陣を守る砦か。ちょうどいい。砦を承知した。奪い攻めの起点とせよ。上杉の固い守りも鉄砲でなら崩せよ。鉄砲隊を出せ。織田は何やら企てている。打ち払え。こちらの動きに気づいた。邪魔はさせるな。出てきた敵を撃て。打ち死に。承知した。行けて。上杉兵とて恐れるに足りぬぞ。俺にまくであるか。抜けてみろ。天下無双、それほどの力が俺に。打ち死に。俺の力の礎となれ。悔しいがここまでか。承知した、承知した。よく放て。鉄砲だ。織田が撃ってきたぞ。皆の者、ひるむでない。清き上杉に横島な弾など効かぬ。敵将討ち取ったぞ。行けです。開門。行けです。この俺を止めようとて無駄よ。ここを抜ければ上杉本陣まであと少しだ。開門。
聖堂より外れし者、情けはかけぬぞ。少子古臭い聖堂とやらを抱えてさっさと滅ぶがいい。さあ着いたぞ。この先が上杉の本陣だ。何、敵所かしてくれる。奇襲とは下道の好みそうな策だ。この信長こそが天下無双よ。力が身に勝手に無しはしない。俺の全てでやる。見切れはしまい。聖堂を掲げている我らに敗北は許されぬ。俺がやる。俺に続け。殺してくれ。燃え尽きよ。して折れぬ。これで朝倉は滅んだ。光秀、お前の覚悟見届けたぞ。もう戻ることはできない。次の浅井とも全力で戦い抜いてみせよう。朝倉義景は言った。次に潰すべき相手は浅井長政。光秀よ、覚悟はできていようが。俺は長政殿にも覚悟を問われている。揺るぎない覚悟を次の戦で示さねばならない。故に一切の容赦なく全力で臨む。行こう信長殿。天下一新の戦を進めるために。うむ、全軍に下知せよ。直ちに転進し、織田に城を落とす。